Yo, yo, fake engine. 今日はひとみさんとちょっとコラボするつもりです。Hello, my name is Hitomi. パーソナルトレーナーをしています。代官山と恵比寿の間でやっているので、皆さんよかったらぜひ来てください。下にリンクも書いてますから、ぜひ check it out!床でできる、ヒップアップのおすすめエクササイズを4つ紹介していきます。まず床な横になって横向きになります。で膝を下の足くの字にしてください。そしたら上の足まっすぐ伸ばして真横から上に上げていきます。 できるだけ足つま先が遠くを通るようにぐーっと、これを20回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で膝をまっすぐ伸ばしたままこのくらいでも大丈夫なのでぐーっと遠くを通るようにまっすぐにしたまま上げ下げします。あと3回。1、2、3。 OK。 そしたらこの足まっすぐ伸ばしたまま前の膝と下の膝と同じように斜め前45度に持ってきます。じゃあこのままここから上げる、真上に、前からパカーッと足を開くように、これも20回。同じ足の方向をそのまま同時にやっていきます。パカーッと開いてだんだんお尻の上の横の方が効いてきます。あと10回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、そしたら次膝を曲げます。曲げた膝を床にグッと、腰をグッとねじって床につけます。そしたら足の裏が天井を向けるように持ってきてグッと上げる。足を天井に向けてグッと蹴ります。腰をグッとねじって開く。これも同じく20回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。じゃあラストです。じゃあ下の膝の、下の足と足を揃えてくの字を作ります。そしたらこの足、上の足をパカッと開く。膝曲げたままで閉じる。パカッと開いて閉じる。お尻は開いた時にキュッと締めて閉じた時に緩める。パカッと開いて閉じる。はい、じゃあこれも20回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 はい、お疲れ様です。じゃあ今のエクササイズを1週間片足全部の、エクササイズを20回ずつ左右やってもらえればすごいいいお尻ができます。頑張ってね。じゃあ次の分はちょっと筋トレの方に行きましょうか。そう、5レップ、最初は5レップでいきます。X パターンで一番下のところまでスクワットしてから反対側に行く。用意スタート。ほいスタート。1、2、3、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 1、2、3。あ、グググググ。どうだい？ OK。 きついか？きつい。うん、僕に聞く？あ、お尻とモモ。よし。次はね、同じ X パターンだけど、一つ足ずつでいきますね。1、2、3、
どう間違えたけどいいよ。反対始め。左やっちゃった。左足が下手くそなら、ゆっくりでちゃんとバンバババンババンバリズムで。はい、じゃあ片足膝ついて、膝は床につけないで。うん、オッケー。そしたらその状態のままキック、かかとでキック、そう、バッ20回がいい。20回？うん、片足20回。うわ、はい、じゃあ反対足10回で。でポイント、お尻台に片足乗っけて、はい、お尻伸ばしてください。で、はい、この高さキープしたまま後ろの足を超える、ベンチ超えて、うん、余裕すげえ。だいたい20回ぐらい。でもちろん反対足でやってから次の種目いくね。反対足もやるの。最後ね、もうこのチャンネルも前に載せたことあるけど、ボルガリアンスクワット動画見たことある？僕のチャンネル。フロントボルガリアンスクワット、一目はなんか、ま、後ろ載せる、バーベルのボルガリアンスクワット見せます。で、ちょうど真ん中に座ってからバーベルがこっちかどっちかどっちでもに持ちながらピュンな感じでいきましょう。10回いこうか。一番下から一番上まで、6、7、8、9、10、1。でバーベルが後ろに乗せるともうちょっとシート弦に乗せてくる。前に乗せるともうちょっとおケツとハムストリングに乗せるね。あと2回。えい、お疲れ様です。トムちゃん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。初めての一緒になんかコラボトレーニングするけど、まあもし将来に皆さんが見たいのトレーニングがあればお願いしてコメントか、ひとみさんのインスタか、最近 YouTube も始まったんじゃないですか。 YouTube を始めました。うん、で、どれぐらいやってますか。1ヶ月ぐらい。うん、で、何の話する。話はあんまりしないんだけど家でできるトレーニングをやってるんで、うん、ぜひチャレンジいっぱいやってるんで。なるほどね、うん、じゃあ下にそのリンクも書いてるから、はい、ぜひ見てください。フィットゲージ見たことある。見たことある。で、一番最後に何言ってると分かりますか。ごめん、最後見てない。うわー、最後まで見てないんだ。このチャンネル作ったの理由が分かりますか。このチャンネルはフィットゲインジンって言ってる言葉は、うんうんうん、言葉の遊びで、うん、よくさ、前に若い男性たちとかが、うん、まあ外国人だからそのからできるなとか、別に日本人とか外国人関係なく、うん、女男でも関係なく、うん、必ず頑張ると、うんうん、ゲインジン、わかる、ゲインまで、ゲインズ、ゲインズ、show me your gains、 ゲインゲインズ。そう、必ずそこまで頑張るとあなたもゲインジンっていうことです。ゲインジン、わかる、うん、だからあなたもできるよ。そうこの動画好きだったら下にいいねやシェアで、このチャンネルまだ登録してないならぜひ登録してください。今度まで確かなことは何でしょうか。 Stay fit, ゲインジン。